お疲れちゃんスラットです。今日はですね、アップデート神デッキが登場しましたので、そちらをね紹介していきたいと思います。さあ、こちらの超高回転エリポンミラー新カード2枚入りデッキというわけで、新環境ぶっ壊れ最強フェニックスと、まあ文句は僕まだあんまされてないんでちょっと難しいなっていうイメージなんですけども、まあ、とりあえずフェニックスはマジぶっ壊れなので、ただったらフェニックスをもう鏡で出しまくるだけでさえ序盤エリポンってね、もう本当にフェニックスゲーの、まあ、神デッキ、まあ、一歩間違うと、まあ、外役デッキ、なんなら通り越してもゴミデッキになっちゃうんですけども、はい、神デッキです。はい、やっていきたいと思います。文句ちょっとね、受け取っとくか。カンストしたいね、せっかくならね。よいしょ。なんかウルトラのトークンが90枚ぐらいあって、フェニックスなんか2秒ではい、カンストできたんですけど、ちょっと文句はね、まだカンストできてないので、よいしょ。ちょっとねチャレンジの方をやっていこうかな。いやマジで、まあ、今は楽しいんだからね、僕は全然いいんですけどね、楽しんでいいんですけども、まあ格上ウィザードとかそんなもう優しい世界になってきちゃうんじゃないですか皆さん。はい、格上フェニックス終わりです。はい、エリポンきます。エリポン置いて、エリポン置いて、まあエリポン置いても無限繰り返して、時が来たらね、無限に解放するだけなんで、このデッキは。で、あとこれね、これ、チャンピオン出してから、この、何ユニット、作れなくなりましたね。わかんない。バグなのか、もうそういう仕様になったんですかね。ちょっとそこは把握できてない。そんな仕様あったんって感じなんですけど、今回。聞いてなかったので、個人的には。よいしょ。これが仕様なのかちょっと怪しいんですけども、まあこれもディガ行くだけきついんですけど、まあエリポンにとってもいいか。まあまではね、ユニットチャンピオン、ユニットチャンピオンユニットかができたんですけど、それがちょっとできなくなったんですね。ミラーを使ったね、あのずるい戦術が。さあ、これは治るのか。いやマジで、これはバグなのかっていう、もうマジでこれを仕様にした運営はマジ天才っすけどね。いや僕は大好きっすけどね、もうこういうの。やっぱね、ただただ神環境が生まれるゲームはね、素晴らしいゲームかもしれないですけど、こういう偏りが生まれるゲームもね、やっぱ神ゲーですよ。こういうのがあるからこそ、楽しいし盛り上がるし、ね、いびつな方がいいっすからね、やっぱ何事も。よいしょ。綺麗な物事なんてつまんないですからね。さ、なんか変なこと言ってると、なんか止まりだ、止まらん、止まらん、止まらん、やめろ。うい、さあ、でこれもあの文句つけたんでちょっと言っちゃおうか。でこれマジ文句のこのカウンターで多分ヤリゴブリンとかショッセルっすね、これ。あ、でも微妙に火力が弱い。あ、でもヤリゴブ通りの火力が変えるんでね。なんで吹き矢とかロケット投手とか、それこそマジックアーチャーとかがいると、文句のあの何反射使って相手のユニットもそのまま処理できるんで、まあ、そう考えると、まあなんか遠距離系がやや弱体化受けたのかなみたいなところもあるっすね。だから30石とかに対してもこうね、フェニックスは弱いんですけども、そのフェニックスの前に文句出してあげて反射してあげることによって相手の30石を処理することができるみたいな、まあ、ダメージ与えることができるので、まあそう考えるとあれめっちゃ強いよね。あれ真っ白みたいな、あれ違ったっけ、グリコか誰かのなんかアカウントでこんなんなかったっけ、気のせいかもしかしたらぐらい。さあ、とりあえずあのエリポン行ってきましょうか。マジでやべえのよ、もう。文句はね、ちょっとまだ奥が深いカード、まあスパーキーとか、あのまあカードの使い方によってはめちゃくちゃ強い、慣れるまでがちょっと大変そうですけど、前手が同じかもっすねこれ。よいしょ、今んとこ。いやマジで完全ミラー来たかもしれない、これで。これで完全ミラーなんてことあるっすか。嬉しくはないんですけど、うん、いやありそうだな、マジ。エリポンに多分死ぬのかなこれ、どうなんだ。置きたくなるよね。でも一旦スケ流すか。いや、ヒースピッショ、あ、俺、アイスペイレスピにしたんだよ。わ、マジで。来たー。あ、これ。
やべえ。おう、耐えた。あ、でもやべえ、エリポンか、エリポン系。やべやべ。さあ、フェニモンモン、フェニフェニフェニモン、フェニフェニ三重子なのかこれ。モンフェニフェニ、え、ってかフェニックスの火力高すぎてさ、エリポン折れる、エリポンじゃない、タワー折れるって。クリコじゃねえなこれ、さすがに。さあ、なので気づいたらタワー折れてます。マジ。あー、まあここのカウンターがやばいっすけど、まあ頑張って守ろうとしかも言えないっすからね。マジで、まあさすがに攻めよりは防衛の方が有利な気がする。いやマジで、あの本当に分かんないんですよねこれ。うん。マジで。なんだこれ。うん。卵いっぱい産んでね。マジで。え？何これマジで。マジでしか出てこんないんやけど。すごいよね。これがでも強いんですよ。やばいよね。なんかフェニックス単体で強いから。うわあ。これでもあの今の環境の最強デッキに君臨してるんで、皆さん、はい、おとなしく使った方がいいですよ。やっぱね、こういうデッキ生まれるとね、対策を考えるんですけどね。遠距離なのかみたいな。結局頑張っても文句とこのフェニックスの無双に多分押されるだけなんでね、多分完璧な対処ってなると結構むずいっすね。フェニックスの弱点がやっぱ小物系なんですよ。単体火力めっちゃ強くて空だったら最強なんで、でロケットには死ぬけど復活するしな、卵でみたいなってなったら小物系なんですけど、フェニックスが倒された瞬間の爆破ダメが小物に強いんで、もう無敵なんですよね。4コスだし、うん、考えてもないもん。マジで無敵っていう意味わかんないんだけど、まあ楽しんで許します。さあ、お仲間が来たかもしれないですね。お仲間っぽいんだけどな。さあ、一旦フェニックス出して延命したい。うん。さあ、まあこういうのちょっとできるだけね、竹取って延命したいですね、できるなら。マジでやばい、カウントが、カウントが強い。やばい、え、卵がよく蘇らんかった。やばい、あ、マジでやばい。うわ、待って、え、やばい、やばい、なんもねえ。え、ちょなんで、マジで、え、マジで、なんでこんな感じで折られてくんだね。折られる側の気持ち初めて知ったよ今。そういうことね。やべ、待って、しかもミスった。うわ、マジで、なにこれ、やばいやばい。負のレーサー、でもあれで卵で復活するから、いけるスピケ、いや結構熱い、コウモリもいける、でかいでかいでかい。しかも、あー、めちゃくちゃいいスケルトン復活する。うめえな相手。でコウモリなんか、まあ、エリス好きだからちょうどいいから。おー、ミラー対決ですね、でも。あの、同じです、やってることは。やってることは同じで、どっちのフェニックスが刺さるかっていう。いやー、これやばいなー。やばいなー、マジ。これやばいが、さすがに。あー、やべえ、これ。完全イモられると、ちょっとやばい気がするけど、行くしかない。男はもう黙って行くしかない。で一応なんかカウンターしてあげて、エイポン壊し行ってあげて、あとはマジであの祈り、イベント追加していくだけ。マジ、いけいけいけ、本当に本当に本当に俺のフェニックスの方が多かったらいいんだけど。あ、でもコウモリがやべえ、つえ、え、
え、ちょっと待って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 、いや、いけるいける、時間があれば時間があれば時間があれば時間が、いや時間がマジでこの時間が過ぎ、時間が過ぎ、やばいやばいやばい、おーい、あのコウモリが、あのコウモリがめっちゃイライラしてる。もうやっぱコウモリなのか、弱点はさ、最強デッキ対決何がコウモリなんだろう。1コスの好きがあったっすね、スピリット系の枠がコウモリになってる方に負けた。お、もうちょっと違えな、レイジも入ってんな。あ、まあでもあれ同じデッキしかいねえな。まあでもこういうことなんで、ちょっとマジでちょっと悔しい。なんか防衛がなんかね、おぼつかない感じがあったっすね、序盤の。自陣だとね、守れるっていう概念になるんですけど、やっぱクラロハだと同じユニットいるとね、突破されちゃったっすね。なんかレイジで、さあちょっともう一回フェニックスゲーしよう。負けるとなんかやだね、これで負けるとなんか納得いかんマジえ、なんで俺は一体なんで突破されてんのってなる。さあフェニックス強いんで、まあ、無理せんでもいいか。さあしかもこのフェニックスの爆破ダメでなんとかなる。よいしょ、マジ爆破ダメなくせばいいんじゃないっていう思うんですけどね。これ反射しても岩がタワーにいかんみたいなとこある。よいしょ、スケラフリーズとかなのか、まあ、スケラに対してはエレスピで頑張るか。まあまあしか耐えれないんでね。さあでもフェニックスゲーありそうだな。これもうインドラとタワーのダメージがなければ、インドラと相打ちっていう、しかも復するからって考えたらもう最強っすよ、ね、さあまあ一旦フェニックス出すか。お、さあサイドがちょっと逆になったので、フェニックス、いやーいいフリーズだけど、お主これは大丈夫なのか、守れるのか。さあヒースピとのね相性も結構いいんですよね、これ。で回復して卵も回復するので、パッカー、こんにちは、おかえり終わったな、これやばいな。って右のやつらもう一回ずつ復活するんですよ、卵で。諦めましたね、さすがに。さあこれ無限に貯めれるからな、フェニックス。そう考えると20体30体いけちゃうわけですから。いやヒースピめっちゃ強いね。だから卵回復しないとかにさしちゃえばいいんじゃないのかな。卵回復しない爆破ダメ、まあ欲しいならねあってもいいけど、めっちゃ強いな。もうなんか考えるだけで性能が壊れてるからね。さあ、まあ、このデッキはね、卵をいかに孵化させることができるかにかかってそうな感じっすね。なんで子供大事にしっかり回復させてあげて、はい、親の気持ちになりましょう皆さん。あの子だけは守ると思ってヒースピで回復させてあげるとなんとかなります。さあ、まあ、同じなんだろうな、どうせエリゴレかもしんない。まあもうエリゴレかこのエリポン無限しかいないんでね。さあ3回目の攻撃はノックバックですね、これ。エリボン最強、キング起動最強、バカ美味しい。やべえ、待って、ズーとかもオーブレイ、しかもライドラいないんですよ。これもうフェニの、あ、ミラーで出したいんでカード回して、フェニの時間稼ぎ。ああ、君もそうなんだね、マジでお願い。カウンターがマジカウンターになってんのかも分かんない。お願い本当に。よいしょ、子供大事に。おい、これ一番左のやつってさ、孵化したばっかなのかな、分かんないんですよね
あ、もう一回卵産んでくれんのかな。あ、産めないか。死んでたんですね。さあ、卵が回復して。あー、ライダー強いって。よいしょ。あれもう、フェニックスで仕分けるんで。よいしょ。あ、やべえ、フェニックス、なんで出さんかったんっていう。マジで誰もが思う。ごめんなさい。やめて。お願い。いや、マジで、普通にエリゴレ強い。エリゴレに弱えな。範囲がね、範囲が欲しくなっちゃう。さあ、まあ、エリポーン、100個行こうぜ。今回のアイテムは何もありません。おん。これ利用して回復とかもあったな。これやべえか。やべえ、ライドラやべえ。ちょっと待って。お前、続けやめろ。ライドラ、ライドラだけやってほしい。おっ、やばい。おっ、でかい。ライドラやってくれたらマジで。肌も何でもいいです。はい。でも、おっ、おっ、これやばい。逆、エリゴレカウンター。これマジで無理っしょ。え、俺、これで生きて帰ったやつ見たことないっすよ。ねえ、これ生きて帰れたらもう、最強やろ。何でも守れるよ、マジで。俺生きて帰れるの？お兄さん。で、今どんな気持ち、お兄さん。これ、幸せ？いっぱい可愛い鳥がね、卵産んでくれるよ。はい、地獄。やってられねえだろうな、こんな。マジ。真面目に戦ってこんなに負けんだ。やーべえな、マジ。マジ4年ぐらい前のアイゴレダクネダクネミラーエリポン、アイゴレダクネダクネミラーエリポンヒースピーと同じっすからね。知ってる人は知ってるかもだけど。いや、あー、やばい。お願い、金魚切れやめて。お願い、そんなつもりじゃなかった。スプリットに飛ばしてなかった。おう、うミラー使ってくれるの本気だな。さすがに拾いたい。なんで拾えない？これさすがに一回ガじゃねえわ。ミスターなんだっけ、本音が。この鳥のフェニックス、フェニックスキットしか出てこないよ。さあ強いぞ、マジ強いぞあの子。いや、リポンきてえな。でもこれ攻められたら守れないっすね。まあ守れない代わりにみたいな。マジ拾っとし、うん、これあっても生き得っすよね、こんな。さすがに行ってヒースピまで行ってからのディガ、おお、めちゃくちゃいい。さあ文句はこのフェニックスに弱いですね。ちょっと卵だけは、卵だけは、おー、最強やんけ。おい、最強やんけ。おい、無限ループ入っとるやないかい。これマジ、なんか一回事故るとやばいな。まあ、卵は結構 HP が脆いんで、多分ウッドとかで壊れるんですよ。まあ、それはまあ、いい点ではあるけど。強すぎるな。さあ、リポン。ここまで来ると気楽だけど、ワンチャンがあるのがこのデッキだもんね。冷静に。いやー、やるか。もうやるしかないっすよね。真っ向正面から。やばい、フェニックスが作れない。このサイクルやばい。フェニックス、フェニックス、あ、マジでやばい。あ、でもエリポン置いてくれると、ええんじゃね。いや、エリポン、おさ、スピリットで、スケルトンも入れてあげてね。できるだけやべ、マジで。拾われてる。拾われてるけど別にいいか。こんなん行くしかないの、ね、で、下に潜ってるから、突っ張りボタン。あ、消えた。もう見えないよね、マジ。おー。いいかな、いいかな。一回爆破して。おー、なんか、だんだんと、だんだんと相手が、相手のなんか、
なくなってくんだ。でもこれね、今日何回かあったんですけど、このデッキ、このデッキというか、フェニックスやっぱ強すぎて、相手もいるじゃないですか。で、あと、時間稼ぎがすごいんですよね。そう、フェニックス、爆破からの卵フェニックスで時間稼ぎめっちゃされちゃうんで、その気をつけた方がいいですね。折れないですね。残り40秒あるから安心と思って攻めても、全然もう攻めが通んない。時間稼ぎされて。もうあと30秒あったらギリ届いたかなみたいなことがよくあるんで。ってなった時に、ちょっとなんか悩むんですよね。お、なんか、え、めっちゃ突破されてる。で復活か。さあ今回の相手はジンギっすね。珍しい。これまだフェニックスジンギだ。お、卵、頑張れ頑張れ、いけるぞ。あー、おー、うん、相手の、うん、いや俺のや、おー、わかりにくいやマジで。でも一瞬相手の色だった気がしたんだけど、だからもう勝てそうじゃね。こうなったら、こうなったら相手絶対きついからな、こんな。はい。はい、もう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。一応、カウンター状態。なんか、仲良くカウンターしてんな。いつも。おい。さあ、フェニックス。あー、雪玉強い。あー、いい。卵いけ。お、でかい。あ、終わった。さあ、リッポン、エリッポン、エリッポン。いや、マジでこのフェニックス対決したときに、やっぱエリポンがある分ちょっと有利になってるっすよね。よいしょ。文句。さすがにここで、は一回置いてきそうだな。よいしょ、エリポン。あ、これマジアチャとかも文句のカウンター使えばしばけるんでね。今マジアチャ来たらやりたいけど。うおー、え、すごい。ちょっと待って待って待って、キモかった今の。全然狙ったとかないんだけど、申し訳ないんだけど、あんな狙ってできんの。お、これ見て、反射、これは狙って、あー、竹買っちゃった。あー、うんこしてるやん、マジで。本当に表現が汚い。そう、これはマジでマジでやばい。意味がわからんけど、意味がわからんけど、なんとかなってんな。いや、雪玉のおもろいね。なんかさ、タワーの横とかにそれこそね、エリポン置きます、で相手ロケット持ちだったら、ロケット誘って、その瞬間すぐ文句出してスキル構えて、はい、ごちそうさまーっていうフルカウンターとかもできるんで、まあ、呪文誘うっていうのありかもね。30子固め出ししてみたいな、あの文句の出すこそねえわ、まあ、みたいなこともさあるよと。まあこれが今の環境の最強なんで、ちょっと皆さんぜひ騙されたと思って。ヒースピがめっちゃいいっすね。はい、やってみてください。というわけで終わります。グラボちゃんと高評価お願いします。お疲れちゃんです。またね。